次に青柳仁志さん、はい、青柳仁志さん。日本維新の会の青柳仁志です。今日は時間を47分いただきましたので、少しゆっくりとですね、この今回の法案についてちょっと真面目な議論をさせていただきたいと思っております。今回ですね、法案といいましても、さまざまな異なる法案の、改正ということになっておりまして、大きくは需要構造の転換、そして供給構造の転換、安定的なエネルギー供給の確保という、この3つになっているということだと承知しております。そのうち特にメインになっているのが、需要構造の転換、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の改正だというふうに承知しておりますが、これはいわゆる省エネ法と言われるものだと思います。率直に言いますとですね、私は20年ほど前にですね、日本の省エネルギー技術をインドネシアやタイといった海外にですね、教えるような仕事というのをしていたことがあります。でその時は日本 のエネルギー減反は世界一で、そしてそれを学びたいという他国がたくさんいる中で、日本のこのエネルギー管理者制度といわれる省エネルギー法を中心とした制度を、各国にですね、植え付けるというようなことをやっておりました。で、その時とですね、現在と比べて、20年経ってますので、非常に覚醒の感を感じております。一番大きな違いは今、サステナビリティであるとか、あるいは ESG 投資といったような文脈の中で、かつてのようにですね、規制を課して、罰則を課して、政府が指導監督してやらせるという方法からですね、現在は市場メカニズムによって CO2 の削減、エネルギー消費の削減を行っていくということが、世界的には主流化していると、これはもう事実として認識をしております。そうした中でですね、率直にと申し上げたのは、今回のこの法案を 見させていただいて、まさかこの20年後にですね、このエネルギーの使用の合理化等に関する法律という極めて古い枠組みの延長線上で、これからカーボンニュートラルを目指そうという施策を考えているということには正直驚きました。これは新しい酒は新しい皮袋に漏れと言いますけれども、やはり時代が変わっている中で、きちんとした法整備、またですね、これ企業の側もみんな分かっていると思うんですが、企業が求めるようなその省エネルギー、あるいはこの CO2 削減の方法というのを、やはり政府として制度化し、運用していく必要があると、このように考えております。こういった冒頭、問題認識をですね、確認させていただいた上で、ちょっと通告をしてないんで、参考人からお答えいただきたいんですが、現行のですね、今回法案改正ということですが、現行のエネルギーの使用の効率化等に関する法律というものは、私の理解ではですね、各そのエネルギーの指定となったその企業、およそ1万2000社に対してですね、エネルギー管理士という国家資格を持つ人間がですね、方が、エネルギー管理統括者、またエネルギー管理企画推進者という形で配置をされて、その方々が工場内、あるいはその会社の中での省エネルギーの計画を立て、運用し、また政府に報告を行っていくと、またその結果を政府が評価し、それによって指導監督、罰則を適用していくと、そういう法律であると認識しておりますが、まずこの点についていかがでしょうか。茂木省エネルギー新エネルギー部長。今ご指摘があった省エネ法の運用実態ということでございますけれども、ご指摘のとおりですね、指定管理工場であったり指定事業者がですね、エネルギー指定管理士のもとにですね、定期報告を作成しまして、毎年これを報告すると、そういうスキームになっております。青柳仁志さん。私はそのスキームが極めて時代遅れだというふうに思っているわけなんです。この省エネ法というのはですね、皆さんご存知のとおり、1979年に制定されたものです。で当時なぜこれができたかというと、オイルショックがあったからです。オイルショックがあってですね、急激にエネルギー使用を国全体で減らさなきゃいけないという背景の下で、この国からの規制を課し、罰則を課し、そして指導監督という形で、ある意味こう無理やりエネルギー減反量を落とすという、そういう社会的なニーズから生まれた法案であると、法律であるというふうに理解をしております。ただ今はですね、全く異なる状況にあります。ESG 投資という中では、今世界で3900兆円のお金が動いているということですけれども、この中では、環境だけではありませんが、ESG の E はエンバイロメントの環境ですから、環境に関するものが多いんですが、そういった投資に関してはですね、さまざまなお金が集まりやすい状況にもなっている。また
そういった株式市場において、経済価値だけではなく、つまり売上だけではなく、環境、あるいはこの社会に対する価値を出すような企業というのが高く評価されると、そうでない企業は淘汰されていくと、こういう市場メカニズムが少なくとも投資市場の中では出来上がりつつあるというふうに承知しております。これは国連が PRI というプログラムでですね、ESG 投資を立ち上げたとき、その時のですね、考え方としては、やはり市場メカニズムを使って、競争原理を使いながら、市場競争の原理を使いながら CO2 を削減していこうと、こういう、ある意味でフィロソフィーがですね、背景にあったわけなんです。規制とですね、罰則、あるいは指導監督という考え方は、真逆にあるような考え方だと思います。そうした潮流に乗ってですね、今、日本の企業の多くが、このサステナビリティや ESG という文脈の中で、自助努力として、この CO2 の削減や、またエネルギー使用の効率化、再生可能エネルギーへの切り替えということをやっているんですが、こうした状況の中で、またこの古い法律を持ち出してですね、規制監督といったような考え方、またエネルギー管理者といったようなですね、そういったこれまで通りの方向を進めていくことはですね、逆にこの現在、こういった分野にですね、積極的に市場原理を通じて取り組んでいる企業の、ある意味でやる気をそぐことになるんではないかというふうに考えるんですが、この点について大臣のお考えをお聞かせください。萩生田大臣。近年、民間主導で ESG やサステナビリティについて自主的な取り組みを進めている事業者がいることは承知しております。他方、第6次エネルギー基本計画を踏まえ、2030年度の野心的な温室効果ガス削減目標の達成に向け、非化石エネルギーのさらなる導入拡大が重要です。そのため、自主的な取り組みにとどまらず、事業者が取り組むべき規範として、非化石エネルギーへの転換を法的に措置した上で、幅広い事業者の取り組みを一層促していくことが必要だと思います。今回の改正法案は、非化石エネルギーへの転換に関する措置では、非化石エネルギーへの転換にかかるコストや技術面での制約なども踏まえ、国が示す判断基準に沿って、事業者ごとに非化石エネルギーの使用割合向上の定量的な目標を設定してもらい、その達成を求めるものとしています。また、太陽光発電などの自家発電に加えて、非化石証書による調達などのさまざまな対応を、非化石エネルギーへの転換の取り組みとして選択できるように措置しており、事業者の創意工夫ある取り組みを促していきますので、私は先生が心配しているような先を走っている事業の皆さんが、企業の皆さんが、嫌気がさしちゃうという制度じゃなくて、これは逆だと思います。投資家に向かって、ほら見ろ、我が社はこういう取り組みを一足先にやってたじゃないかということで、会社の価値を逆に高めることができるんじゃないかと思ってますので、なかなかそういうルールを決めないとやってくれない事業者や業界もあるのもご理解いただいた上で、ぜひ先走る業者は大いに走っていただいて、そこには走ってるうちにきっと給水やご褒美が出る可能性もあるんじゃないか、こう思います。青柳仁さん。はい、今ですね、おっしゃったようなポイントというのはですね、これまでの、例えばサステナビリティの基準であるとか、今、iFirst 財団を中心に作られておりますけれども、その以前から GRI だとか TCFD だとかといった中では、当然、すでにある基準です。また、そういった方向性や、ある意味での、このグッドプラクティスのようなものを示した方が進みやすいんではないかというような視点も、当然、すでに議論されて、さらにもう市場では、多くのトップランナー企業たちは当然知っていることだという状況にあると思います。そういった中で、またここでですね、政府からそういったガイドラインを出す必要性というのは私はあまり感じないのとですね、それから最後に大臣がおっしゃったですね、もしもっと取り組めばもっといいこともあるかもしれないというのであれば、今回の法律の中にですね、罰則だけではなくてインセンティブというものもきちんと含めるべきではないかと私は考えるわけなんです。それからもう一つですね、その点についてはぜひ検討していただければと思います。またやる気をそぐというのはですね、必ずしもそのダメだという意味ではなくて、例えば進んでいる企業の多くはですね、エネルギーをエネルギーだけの問題としては捉えていないわけです。そういったその新しくできた市場のですね、競争ルールの中で自社の価値をいかに高めるかと、競争力をいかに高めるかという中の一つの要素として、エネルギーや CO2 というものを考えているわけですから、そういった視点で考えられた計画と、またエネルギーだけを考えた計画については、政府にまた別のフォーマットで、別の考え方で提出しなきゃいけないというのは、これは各企業にとっては、これは手間ですから、コストです。時間もかかります。人もかかります。場合によっては、設備投資もかかるかも分かりません。そういったこれからこの日本経済を成長させるために必要な日本企業にですね、
まあ、余計な足かせをかける必要はないですし、余計な設備投資をさせる必要、コストをかける必要もないと思いますので、その辺はぜひご検討いただければと思っております。またもう一つですね、今回ですから非常に古い法律なんです。古い枠組みの古い時代背景を念頭に置いたこの法律になっているものですから、全般的に視点が非常に古いです。で、どの辺かというと、具体的に申し上げるとですね、一つ目はサプライチェーンという視点です。これは近年ですね、このサステナビリティや SDGs と言われる中で言われていた問題でですね、まあ、今までですと、まあ、特にこの省エネ法の中で言いますと、自社の、まあ、特にあと工場のエネルギーをどう減らすかということなんです、あるいは CO2 を減らすかということなんですけど、最近ですね、このサステナビリティの中で議論されているのは、サプライチェーン全体の中での CO2 削減量をどう減らすかということなんです。例えば TCFD ではですね、この法案が対象としている自社の中の製造運搬プロセスというのはもちろん、原材料の調達先ですね、川上、ここが一体どれぐらいの CO2 削減を使ってしまっているのか、あるいはそれを使った上で製品やサービスを自社に納めているのかということも考えるべきと、またですね、自社が作ったその製品、例えば車だったらどれぐらいその後排気ガスを出すのかと。あるいはそういった、さらにはそれを廃棄するときに環境にどれぐらい影響があるのかと、こういったところまで考えて対策をすべしという、こういうガイドラインになっております。一方で今回の法案はですね、そういった川上や川下のことは一切考えられてないわけなんですけれども、この点についてもどのようなお考えかお聞かせください。茂木部長。現行の省エネ法では、一定規模以上のエネルギーを使用する事業者に対しまして、事業者が自らエネルギーを管理できる範囲内での省エネを求めているというのが今の法体系であります。で、サプライチェーン全体の省エネや非化石エネルギーへの転換については、これは事業者が自ら管理できないエネルギーに係る取り組みとなるため、このエネルギーに係る法案の中ではですね、直接規制対象にすることは考えておりません。こうした中でですね、省エネ非化石エネルギーの転換を進めるためには、エネルギーを多く使用する事業者や製品に着目して対応を進めていくということが有効になります。このため省エネ法、改正省エネ法の中では、工場事業所との規制として、一定規模以上のエネルギー使用する事業者に対して、省エネと非化石エネルギーへの転換を求めることとしております。また、現行の省エネ法ではですね、これ、エネルギー消費量が大きいエアコン等の機器についてはトップランナー制度というのも措置しています。これは製造事業者に対して、消費性能が高い機器を製造し、販売することを求めているというものでありまして、ある意味、こうした制度を通じて、よりエネルギー性能の高いものをユーザー側の選択に委ねていくという考え方も入っているわけです。まあ、こうした考え方によってですね、省エネ法全体としては、サプライチェーン全体の省エネと非化石エネルギーへの転換に貢献するものというふうになっているというふうに考えています。青柳仁さん。ですので、今の答弁が非常に古いということを申し上げているんです。今のようなご答弁をですね、例えば TCFD の国際会議の場で言ったらですね、まあ、極めて失笑を買うだろうというふうに思います。要するに川上、風下に関しては、自社が管理できないから対象にしてませんと。この議論はですね、もう10年ぐらい前の話です。そうではなくて、そこまで見ていかないと、カーボンニュートラルというのは不可能であると。あるいは、世界をですね、持続可能にするための、この、CO2 削減というのは不可能だというのが、これは国際的なコンセンサスだと思っております。またそれを踏まえた議論が今すでに行われていますので、これは特に経産省の中でも他の部署ではそういう話をしていたりですね、また環境省の中ではもっと進んだ議論が金融庁の中ではされております。ですからこれはですね、こういった、まあ、ある意味での認識不足だと思いますので、この辺はですね、きちんと国際的な観点、まあ、今までどんな議論がされているのか、まあ、一言で言えば、先ほど来から申し上げている通り、この1979年にオイルショックを背景に作られた法案をベースに、これから のカーボンニュートラルを語ることは私はできないと思うんです。でその辺のですね、古さというのをぜひ認識していただきたいと思っています。サプライチェーンをどうカバーするかという問題を、これなしにですね、これ政策目的は一緒なわけですから、これ、法案の概要を読ませていただきましたけど、政策目的はやはりカーボンニュートラルと、それからエネルギーの安定供給とというふうに書いてあるわけですから、ですから、サステナビリティ、エネルギー安定供給は別にしてもですね、CO2 の削減というところはサステナビリティと一緒だわけですから、またエネルギーを使わないことがイコール CO2 の削減でもありますので、
まあ、その辺はですね、目的が一緒なのであれば手段に関する議論というのはきちんと実効性のある形で、また国際的な議論を踏まえた形でですね、時代に合ったものを打ち出していくべきだと、まあ、このように考えております。それからですね、まあ、もう一つこういった視点がですね、全体的に古いことによってさまざまなところに歪みが出ているんですが、で今のサプライチェーンに関してはその歪みのうちの一つですが、もう一つ別の歪みについて申し上げるとですね、これイノベーションのことを考えていないということなんですね。ですから20年前と今とでは全然違うんです。例えば今ですね、この法案では、まあ、年 1% の省エネを継続することがですね、まあ、いわゆる高評価につながるわけなんですけれども、あるいはまあ理想的な企業ということになるわけなんですが、今RE100、まあ、これ資料にもありましたけど、資料に書いてはあるんですけど、その本質が全然捉えられてないので今申し上げる次第なんですが、RE100 のですね、イニシアチブなんかによってすでに再生可能エネルギーを 100% 達成しているような企業というのがあります。まあ、これはコミットすれば入れるんですが、アップルなんかは実際に達成してたりしますね。でこれまでですね、そうなるとまあすでに再生可能エネルギー 100% に切り替えている企業というのはどうなるのかと、これから 1% じゃあその再エネを減らすのかと、化石燃料をですね、化石エネルギーをですね、再エネ化し、これからもっとやっていかなきゃいけない人に対して、やっていかなきゃいけない企業に対してですね、もうすでに相当進んでいって やりきったところが、さらにじゃあ今度は再生可能エネルギーの量も減らしてくれって言われるのとでは、これは難易度もコストも手間も努力も全く違うわけです。ということは、これまで一生懸命やってきた企業が逆に損をするというようなことになりかねないと思うんです。でこれは年 1% の省エネというのは当時の時代背景ではそうだったんでしょう。しかし今はですね、そういう時代ではありませんので、こういったですね、まあ、本当に進んでいる企業をですね、また全体として今の例ではありませんが、スタート地点が高いほどに追加的な成果を得ることがこう難しいと、また一気に大幅に削減して、でその後はですね、横ばい微減ということも今は可能です。例えばデジタルグリッドやみんな電力といったですね、再生可能エネルギーの卸売マーケットというのが今続々と出てきます。これはですね、もしそこにもうまとめてですね、再生可能エネルギーに切り替えてしまえば、まあ、一気に切り替えというのは進むわけで、このエネルギー管理者の制度を中心とした、まあ、省エネ新省エネ法がですね、想定しているような工場にエネルギー管理者がいて、その人がいろいろこう各この燃焼炉だとか、あるいはその工程を回ってですね、どこをどうしたらどれぐらい燃焼が抑えられるかとかっていうことを点検して回って、なんとか 1% を積み上げるっていう、その考え方が全く通用しないところで、何百倍もの規模の省エネ再エネの切り替えっていうのが進んでいるのが現行だというふうにまあ認識しておりますし、まあ、事実だと思います。ですので、そういった企業をじゃあどう評価するのか、この省エネ新しいこの中でですね、そういった企業こそ本当は褒められるべきであり、トップランナーであると認定されるべきだと思うんですが、まあ、こういった点について、今申し上げた点についての経産省のお考えをお聞かせください。茂木部長。今委員からご指摘がございました、例えば年 1% の効率改善の話ですけど、まあ、この話はですね、今に始まった話ではなくて、もう省エネ法が導入された当時からですね、この年 1% 改善がどこまで進むのか、あるいはそれをかなり進めてしまった企業の評価はどうするのかということは、もうずいぶん前からある話でありまして、今に始まった話ではございません。それで、当然、エネルギー多消費産業でもですね、80年代に猛烈に省エネをしたことによって減単位が非常に改善しづらい状況になっている産業というのは多々ございます。まあ、こうした産業についてはやはりそうしたトップの水準をどう維持していくか、これはまさにイノベーションを加味して、ベストアベイラブルテクノロジーと我々言ってますが、その時点で投入できる最新鋭の技術を投入しながら省エネの水準をどこまで維持していくかという制度も別途導入してですね、これはベンチマークと言ってますけれども、こうした業種ごとの取り組みも進めているところです。それから再エネと省エネの話が少し一体になって議論が進んでおりますけれども、もちろんこれは相互に関連しますけれども、非化石エネルギーのこの転換の今回入れます目標については、これは全事業者一律の義務的な目標ということではございません。
今後各業種のエネルギー使用形態も考慮しながらですね、適切な判断基準を検討していくということになります。したがって先ほどご指摘あったような例えば再エネ 100% すでに達成していらっしゃる企業、これはもうすでに目標達成しておりますし、まあ、今後ご自分でいろいろコストを下げるとか供給体制を見直すとかということは随時行っていただきたいと思いますが、まあ、その時点においてこの判断基準に従っていないということにはなりません。ただこれがなかなかまだ達成できていない企業の皆さんにどこまで今後それぞれの事情を踏まえた上でですね、定量的な目標を設定して達成に取り組んでいっていただくと、これを後押ししていくのが今回の制度の趣旨ということになります。青柳仁さん、一個も納得できる答弁がなかったんですが、まあ、要するにですね、今に始まった話でないから大丈夫だっていうのはこれは全然何の理屈にもなってないですね。20年経って今まで同じことやってましたからこれからも同じことやってきますと言ってるのと同じですよね。時代が変わってるんですから違いやり方するのは当たり前だと思います。またちょっと先ほど来からちょっと答弁がよくわからないのでですね、ちょっと確実にちょっと確認させていただきたいんですが、じゃあちょっと1個前に戻らせていただいて、これサプライチェーンに関しての要するに調達先のという部分、それから製品の使用廃棄に関する部分というところのエネルギー効率やあるいは CO2 削減というのはこの法案では対象としないという理解でよろしいですね。茂木部長。まずサプライチェーンについての、まあ、要するに自社の工場の範囲を超えたサプライチェーンについてのエネルギー使用についてはこの法律の対象にはなっておりません。それで、まあ、もちろんこの法律はエネルギーのところに着目している法律でありますし、先生の委員のご指摘ですと、まあ、古い法律だということなんですが、全体の、まあ、ESG 対応ですとか企業がこういう取り組みを進めていくときにはですね、この省エネ法というのは、まあ、政策の一部でございまして、これ以外にですね、先ほどご指摘あった TCFD への対応ですとかさまざまな企業の対応をですね、まあ、経産省全体としては後押しをしていくということになります。青柳仁さん、政策の一部だというのは当たり前なんですけど、ただその全体を統括する流れが全く見えないのでこういうことを申し上げているわけです。でそのじゃあその先ほどその TCFD の話とも もちろんやっているという話ですけど、じゃあそれとこれがどうつながるんですか。全くそのつながりが見えないので今申し上げているわけなんです。またですね、まあ、サプライチェーンに関しては見ないということだというふうに理解しましたが、私はこれは非常に問題があると思いますよ。現時点でですね、こういう認識を日本の経済産業者が持っているというのは国際的に問題だと思います。これは私だけの認識ではないというふうに考えておりますが、まあ、そういったご答弁いただきましたので、この点については引き続きこちらとしても考えさせていただきたいと思っております。またですね、もう一つさまざまな点において歪みがあると申し上げた、もう一つはですね、先ほど その再生可能エネルギーへの卸売市場からの切り替えということが可能になっているということを申し上げましたが、まあ、そういった形でいろんなイノベーションが今起きてまして、省エネルギー、再生可能エネルギー、そしてまあ、エネルギーの効率化を進める手段というのは多様なになっているわけなんですが、今回ですね、その非化石エネルギーへの転換の促進というのはですね、今はそのエネルギー管理者、管理士の制度による現場の取り組みよりも、まあ、経営判断によるこの再エネの、さっき申し上げたような卸売市場からの電力購入なんかっていう方がですね、まあ、より効果が大きいわけです。でまあ、今回、この法律はですね、まあ、引き続きこういうエネルギーのですね、エネルギー管理士を配置するというような内容になっているんですが、今、企業ではそういったですね、経営判断こそ CO2 削減、あるいはこのエネルギーの使用合理化、再生可能エネルギーの切り替えということに対して重要であるということを認識して、例えばチーフサステナビリティオフィサーという CSO というようなですね、役職を新たに役員に設けて、経営判断にそういったことを反映させていくような取り組みもどんどん進んでいるわけなんですけれども、まあ、こうしたですね、中で、まあ、それでもこのエネルギー管理制度にこだわる理由というのは何なんでしょうか。茂木部長。まあ、委員ご指摘のとおりですね、今般新設する非化石エネルギーの転換に関する措置、これは太陽光発電設備の投資ですとか、あるいは非化石電気をどういうふうに調達してくるかということになりますので、これは経営上の判断が必要になるという類のものも少なくないというふうに認識しています。まあ、こうした観点から、この法案では、事業者全体としての非化石エネルギーの転換の促進のための措置として、事業者に非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期的な計画の作成を求めております。これはまさに経営判断として中長期的な計画を作成をお願いするものであります。
加えて日々の取引も引き続き重要であります。非化石エネルギー使用割合の定期の報告ですとか、非化石エネルギーを含むエネルギーを適切に管理するということも求めていくということになります。まあ、こうした制度を実効的なものとする観点からですね、まあ、現場レベルのエネルギー管理者による設備のオペレーション維持管理も合わせてやっていただく必要があるので、このエネルギー管理者制度というのを引き続き活用するということでございます。青柳仁さん、今のですねおっしゃっていることが、だから何度も申し上げるんですが、現状と合ってないと申し上げているんです。経営判断でやることの方がですね、効果が大きいんじゃないですかという私の質問に対して全く見当違いの答弁だったわけですが、今おっしゃっているのはエネルギーの消費を減らしていくということも、まあ、コストカットという観点で、まあ、経営の一部ではないかというような言い方だったと思います。でも私が申し上げているのはそういうことではなくて、冒頭申し上げた通り、今サステナビリティだとか ESG の中で言われているのは市場原理によっていかに CO2 削減を行っていくかということが議論されている。すなわち自社の競争力、あるいはこれから先の自社の成長ということを考えたときに、どのようにこういったサステナビリティの基準であるとか、あるいはそういった規制というものに対応していくかという大きな経営判断の中の非常に重要な部分なんです。いろんな経営判断があって、今の話だと経営までいかないですよね。事業計画みたいなレベルの話ですよね。各いろんなオペレーションがあってですね、そのうちのこのオペレーションではこれぐらいエネルギーを使ってるからこれぐらい減らした方がいいとかですね、そういう話じゃないんです。ですからこれは私が申し上げているわけで、私が今申し上げてますが、まあもう代表して申し上げていると言ってもいいと思うんですが、サステナビリティだとか今のですね、これは経団連同友会なんか同じだと思いますよ。きちんとそういったサステナビリティに取り組んでいる企業の方々は、まあ、同じことを考えていると思います。今のご答弁を聞いたら私と同じことを考えると思います。ですからちょっとそのあたりはですね、本当にこの1979年のオイルショックをベースに生まれたこの法律でですね、このいろいろなものを考えていくっていうのは本当に無理があると、まあ、このように考えております。でその無理をもう一つ指摘させていただくとですね、これ今回ですね、この総評読ませていただきましたけれども、この需要構造の転換の中に1、非化石エネルギーを含むエネルギー使用の合理化、全体の合理化というのがあります。2つ目に非化石エネルギーへの転換の促進というのがありまして、まあ、簡単に言うと省エネと再エネの切り替えという、まあ、この2つの要素があるということなんですが、付け足したみたいな感じになっていると。でですね、まあ、何が申し上げたいか先に言うとですね、省エネと再エネ促進というのは全く別の話です。全く別の話なんです。で、それはもうこれは取り組み、目標は同じかもしれません。ただ、取り組みだとか具体策という意味では全く違うものなんです。全く違う専門性、全く違う人材、経験が求められる分野なんです。で、私、かつて20年前にですね、まさに省エネルギーセンターと一緒に働いていたときには、省エネセンターには少なくともそういう専門性はありませんでした。でそれから省エネルギーセンターの歴史を調べてみましたが、途中で再生可能エネルギーに関する専門性を獲得した形跡は一切ありませんでした。まあ、そういった中で今回ですね、またこの省エネルギーセンターが今エネルギー管理士、冒頭先ほどから申し上げている通りですね、企業内でまあエネルギー管理士をその決められた役職にですね配置をして、でその人たちのはまあ試験を認定試験機関ということで省エネルギーセンターでこの試験を受けて、あるいはそこで指導を受けて、そして、まあ、その現場で働くということになっています。また指導監督に関しては経済産業省が行うということになっているわけですが、まあ、こうしたですね従来型の仕組みの中でどうやって再エネの促進をするのかなという、省エネはできると思いますよ、これまでと。まあ、ただそれも相当変わってきてはいますが、そのあたりはさすがに中にいる人たちがキャッチアップしていると思うんですが、再エネというのは全く別の技術であり全く別の専門性ですから、まあ、こうしたですね助言や指導を行う、またこの法律は罰則をかけることにもなってますから、それをやるときの判定にかかる専門性っていうのはですね、どうやって確保するんでしょうか。茂木部長。省エネルギーについては、まあ、現場レベルでの取り組みが重要である一方で、非化石エネルギーの転換、まあ、これ再エネというご指摘ありましたが、これは経営上の判断が極めて重要であります。この点において両者は異なりますが、まあ、省エネと非化石エネルギーへの転換、これは事業者において、いずれにせよ一体的に取り組むものということになります。で、例えば省エネの取り組みとして、
発電設備の適切な運用により発電効率を向上させていくということと同時にですね、例えば非化石エネルギーの転換の取り組みの一環として自家発設備へのバイオマスの燃料の混焼といったようなことを経営判断で行っていくと、これは事業者の中で一体的に取り組んでまいりますし、まあ、そうした技術というのをですね、現場ベースでも蓄積するということになるかと思います。で、一般財団法人の省エネルギーセンターでございますが、まあ、これ省エネに加えて、まあ、非化石エネルギーの転換に関する知見も一定程度有しております。事業者の再エネ導入にかかる助言も行っております。まあ、もちろんここは日進月歩でありますし、新しいマーケットにおけるですね、再エネの調達ということが増えてまいりますので、こうした知見を追加的に蓄積していく必要があるということはご指摘のとおりかと思います。事業者の非化石エネルギーの転換を促進するためにですね、事業者が実施すべき非化石エネルギーへの転換の取り組みの事例、まあ、こうしたものを示すことも重要でありますので、法案成立後にですね、制度の周知徹底と合わせて事例集を集めると、まあ、こうした取り組みも進めてまいりたいというふうに考えています。青柳仁さん、今省エネルギーとその非化石エネルギーへの促進というのはまあ、違うということはお認めいただいたわけですけれども、まあ、2つおっしゃってたことがあります。1つはその再生非化石エネルギーへの取り組みに関しても省エネルギーセンターはこの専門性を有しているということをおっしゃったわけです。私はこれは事実じゃないと思います。あるいはそういった努力はしているけれども、市場が求めているもの、企業が求めているレベルにははるか及ばないと思っておりますので、まあ、この点はまた別の機会に取り上げられればと思いますが、またですね、もう一つ経営上の判断が今ですね、再生非化石エネルギーへの切り替えでは重要だというふうにおっしゃったんですけど、その前の質疑でですね、経営上の判断のことはほとんどこの法律は考えてないわけです。じゃあそこの部分はどうやって担保するんでしょうか。茂木部長。経営上の判断というふうに私が申し上げたのは、非化石エネルギーをどれだけどのように導入していくのか、それが企業経営の観点から、まあ、その企業の競争力にどう影響を与えるのかというのを踏まえて導入していくということですので、これが経営上の判断であるというふうに申し上げた次第であります。青柳仁さん、まあ、今おっしゃった通りで、非化石エネルギーをどのように、この自社の競争力を増すためにですね、入れる導入するかということが経営判断だということであれば、それを省エネルギーセンターは指導できるんですか。茂木部長。もともと省エネルギーセンターはそうした経営上の判断を指導するという立場にはございません。あくまでも、企業に所属するエネルギー管理士の認定試験団体であったり、場合によっては要請に応じてですね、エネルギーの診断を行うということでございますので、そうした経営判断を省エネルギーセンターが何らかの形で関わるということではございません。青柳仁さん、この法律はですね、政府が指導し監督し、そして罰則をかけるものになっているんです、企業に対して。ですから価値判断をこちらでやる以上、省エネルギーセンターがやらないのであれば、その経営上の判断のこの指導や監督というのは誰がやるんですか。茂木部長。まず法案の事実関係から申し上げますと、非化石エネルギーへの転換については、これは指導や罰則の対象にはなっておりません。ここはまず事実関係として申し上げておきます。罰則は対象になっておりません。それから事業者全体としてですね、非化石エネルギーへの転換の促進のための措置というのを、まあ、事業者が取っていくわけですが、まあその前のですね、エネルギー使用の合理化も含めて、非化石エネルギーへの転換の目標に関する中長期的な計画の作成、あるいは定期報告の内容についてのですね、日々の、評価というのはですね、これは行政庁である経産省が行います。青柳仁さん、再生可能エネルギー、これはレクの時にですね、ESABC の評価を行うというふうに聞いたんですけど、その評価を行うんだと思うんですけれどもね、いずれにしても、じゃあ、その評価を行うけど、罰則、指導監督は非化石エネルギーへの転換に関しては行わないと、そういうことですか。茂木部長。すみません、一部修正をさせていただきます。まずエネルギー使用の合理化については、これは定期報告等を踏まえて、
取り組みが不十分なものには指導助言勧告を実施し、それでもそれが達成できない場合にはですね、罰則、具体的には命令とか罰金の対象になります。それから、非化石エネルギーへの転換については、これは指導助言監督は行います、勧告は行います。ただし、罰則命令罰金の対象にはしておりません。青柳仁志さん、なのでその答弁が違ったわけなんですけど、要するに指導助言勧告は行うわけですよね。それつまりこちらで政府側で企業を評価するわけです、価値判断をするわけです。誰がやるんですか。茂木部長。これは国による判断基準というのを策定して公表しております。具体的な取り組み状況ですとか、あるいはこれ数値目標があるものについては、そうした目標についての評価というものを国が行うということになります。青柳仁志さん、誰がというふうにお伺いしたんですけど、その判断基準というのはじゃあどなたが作るんですか。どのように作って、またその判断基準だけで自動的に評価ができる、行われるわけありませんので、その判断基準を使って誰がどのように評価を行うんですか。茂木部長。まず判断基準をどう作るかということですが、この判断基準は国が設置している専門の審議会がございまして、ここに学識者、それから関係の業界の関係者もオブザーバーで入った形でですね、具体的な判断基準を策定してまいります。それから毎年の定期報告を受けまして、例えばエネルギーの使用の改善の状況ということについては、これは国の方で集まってきたデータをもとにですね、これを分析をして、例えば5年平均で今やってますけれども、5年平均でそれがどう推移していたのかというのを見ながらですね、事業の進捗状況、あるいは数字が改善していないとしてもですね、どういう事情があるのかというのをそれぞれお伺いしながら、その企業の取り組みを促していくと、まあ、そうした形で取り組んでおります。青柳仁志さん、国というのは経済産業省という意味でよろしいですか。茂木部長。ご指摘の通りです。青柳仁志さん、なのでその評価ではダメだと思っているんです。というのは、先ほど来からお話をしている通り、その経営判断というと言われていることのまず定義が全然違いましたね。今だ途中で答弁修正されてましたけど、最初にお話ししていた時の経営、要するに再生可能エネルギーへの切り替えに関しては、経営判断が現場の努力よりも経営判断の方が重要であるということは先ほど答弁でおっしゃいました。これは私もそのように思います。で、その上でそれを切り替えるにあたっては、現場の努力よりも、まあ、この経営の判断、ただ経営上の判断ということのこの定義というのはですね、そのある意味事業計画の中でどれだけエネルギーを使うか、あるいは再生可能エネルギーに切り替えるかというような話だというふうにおっしゃってましたけど、何度も申し上げている通り、その市場原理を用いてどのように CO2 を減らしていくのか、またそこにですね、さまざまな ESG 投資資金なんかがある中で、その資金の獲得であるとか、あるいはそのこれからのですね、さまざまな顧客、パートナー、株主等を引きつけるための自社の存在意義、あるいは市場における競争力を担保するための経営判断の中での CO2 削減というのが、今のサステナビリティの文脈の中で議論されていることだと承知しているわけなんですが、そういった観点から、この判断基準というのは判断されるものなんでしょうか。茂木部長。判断基準については、この法案が成立しましたらですね、具体的な専門家にも集まっていただいて、その場で詳細な検討をしていくということになります。例えばこれ、エネルギーの使用の合理化もそうですし、あるいは非化石エネルギーの目標設定もそうですが、中長期の計画を立てて、それに対して一定の目標設定をそれぞれの事業者さんが行います。で、これの達成手段というのは、それぞれの企業のさまざまなアプローチがあると思いますので、そうした結果として出てくるのが、定期報告であったりとか、その達成状況であるというふうに考えています。青柳仁志さん、これから作るということなんで、今は何とでも言えるわけなんですけど、いずれにしてもですね、この1979年のオイルショックを背景に作られたベース、そして今の答弁でも分かったとおり、ぜひこの今回この質疑をですね、ぜひこう企業の方にも見ていただきたいんですけどね、特にサステナビリティを担当されているような方々に、非常に古い認識ですよ、これが国の認識だとしたら非常に問題があると思います。そういったですね、
中で作られてくる判断基準で企業がこれから評価されるわけです。で、先ほど罰則は非化石エネルギーへの転換の方にはないとおっしゃいましたけど、企業が一番恐れているのは勧告ですからね。50万円以下の罰金なんて全然怖くないですよ。そのこの企業はですね、CO2 削減の取り組みに否定的である、あるいは遅れているということを国から公表されることが怖いんですよ。ですから勧告というのは十分罰則なんです。これ公表するのであれば、非公表だったらいいですけれども、でも公表するってこの間のご説明ではいただきましたけど、ですから、そういったことも考えつつですね、ぜひこの経済産業省、当たり前ですが、日本のこれからのですね、経済成長になっていくのは民間企業ですから、この日本の民間企業のですね、この今、成長しようとしているその動きとか、潮流っていうものにですね、しっかりと合わせた形での法制度整備、運用というものをお願いしたいと、これはぜひお願いしたいと思っております。でもう一つですね、ちょっとだんだん時間がなくなってきてしまいましたが、この点に関してはですね、非常に今回のちょっと答弁を聞いてもですね、非常に納得のいかないところが多いですし、問題点もたくさんあると思いますので、ちょっと引き続き取り上げさせていただきたいと思っています。で、もう一つですね、これはちょっと別の観点で、供給構造の転換の方にちょっと話を移らせていただきますが、先ほど来からさまざまな委員の方からですね、今後の再生可能エネルギーの供給ということについての質問がありました。私はちょっと洋上風力発電というところにフォーカスして一つ質問をさせていただきたいんですが、このアンモニア水素原発 CCS、さまざまな手段があるわけですけれども、原発は今回入ってないですね。再生可能エネルギーはやっぱり太陽光も大事なんですが、熱も大事だと思います。ただ大きな電力を取ろうと思えばですね、狭い国土の中で洋上風力というのは非常にポテンシャルが大きいんではないかと考えているわけなんです。で、その時にですね、今これを抜本的に洋上風力発電を増やしていこうと思ったらですね、これは今回ジョグメックが新しくですね、その適地の調査ができるようになるということなんですが、ジョグメックが評価できるというか調査に当たれるのはあくまで一定の準備段階に進んでいる区域に限られるということだそうです。で、現在促進区域、有望な区域、一定の準備段階に進んでいる区域という3分割あるんですが、これ全部合わせて22しかないわけですね、地域として。で、この地域を増やしていかないとやっぱり洋上風力というのは増えていかないと思うんですけれども、ただジョグメックは今回の法改正ではそこはあまり関係がないということだと思うんですが、その場合ですね、この一定の準備段階に進んでいる、つまり洋上風力発電を建てるその可能性のある候補地域というのは、国が選ぶんではなくて、各都道府県自治体がここはどうですかというオファーをする仕組みになっていると承知しています。で、その場合ですね、その都道府県や市町村、市区町村がぜひここを使ってくださいと言えるようなインセンティブをですね、増さないとなかなかこれから増えてはいかないんじゃないかと思うんですが、そういったインセンティブ構造に関してはのお考えをお聞かせください。茂木部長。洋上風力発電についてはですね、これやはりこの導入拡大をしていくためには地域のご理解をしっかり得るということ、それから地域経済に好循環を生み出すというこの双方がしっかりと捉えられているということが重要であります。政府としてもですね、まず各地域における洋上風力発電の新規案件の創設、これを後押ししていくためにですね、希望する自治体に対しては洋上風力発電の実現可能性ですとか地域共生の在り方などに関する検討会を専門家を招聘して開催するといった地域の理解醸成と候補地の発掘に取り組んでいます。それから再エネ回帰療法で促進区域になって入札が行われますと、各海域で、利害関係者が参加する協議会というのが開かれていくわけですが、そこでの議論の結果を踏まえてですね、その地域に漁業との共生などのためのですね、基金というのが造成されてくることになります。これは地域に貢献するさまざまな使い方ができる基金ということになりますので、これは地元にとって大きなインセンティブになってまいりますし、発電事業者にもこれをしっかりと協力いただくということが重要だというふうに思います。それからプロジェクトの規模が非常に大きいです。一つ一つが数千億という投資になります。関連産業の裾野も広くてですね、部品点数も多いということで、地域経済の波及効果、これをいかに、実現していくのかということです。
先立てのですね、秋田、千葉の海域での選定事業者ですが、例えばこういう事業者や地元企業100社以上と面談をして、今後連携をして、地域から部品供給をやっていこうと、まあ、そういった地域共生の取り組みなども進めております。まあ、こうしたさまざまな施策を通じてですね、地域の理解を前提にした洋上風力の拡大、それから地域を増やしていくという取り組みを進めてまいりたいというふうに考えています。青柳仁さん。まあ、基金の設置というのは当然いいインセンティブだと思いますが、現状まあ、民間企業からの基金に頼っているという状況だと認識しておりますので、まあ、この辺はですね、ぜひこう国としてもですね、これからこれだけ再生可能エネルギーの普及をしなきゃいけないときに非常に大きなポテンシャルを持ってそこを埋める可能性のある洋上風力でありますから、ぜひ政策的な優先度を高めてしっかりやっていく必要があると思うんですが、まあ、この点についてちょっと最後に大臣のですね、意気込みを教えていただければと思います。萩生田大臣。2050年カーボンニュートラルを目指す中でも S プラス3のバランスを取りながら安定的で安価なエネルギー供給を確保することは最重要課題です。再エネについては国民負担を抑制しながら地域と共生しつつ最大限導入していくことが政府の基本方針です。特にご指摘の洋上風力は大量導入の可能性、コスト低減の余地、経済波及効果の大きさの観点からカーボンニュートラル実現の切り札として期待をしております。実際に昨年末の再エネ回帰利用法に基づく公募結果では、太陽光等と競争可能なコストの大規模電源であることが明らかになりました。エネルギーミックスではリードタイムにも鑑みて、2030年の洋上風力の導入目標量は570万キロワットとしているが、さらなる導入拡大に向けて2030年に1000万キロワット、2040年までに3000万から4500万キロワットの案件を形成することを目標としています。引き続き洋上風力の導入拡大に向けて取り組んでまいりたいと思います。青柳仁さん。洋上風力は、まあ、最後の切り札とおっしゃいましたが、まさに全く同じ印象を持っておりますので、しっかりと政府として取り組んでいただければと思います。以上で私からの質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。次に